埼玉県加須市で造園業をやっています、中島造園の中島です。これから植木に関するお役に立つ情報をお伝えします。ろうそく仕立てといいまして、まあ、要はそのろうそくの炎の形を例えているといいますか、はい、そういう仕立てがあります。玉散らし仕立てといいまして、一枝ずつこう丸く刈り込んで、まあ、こう玉を散らしたような仕立て方ですね。で今回はその玉散らし仕立ての方をご説明します。でそれはなぜかっていうと、それをまあ上から順番にやりますと、刈った葉っぱが下の枝に落ちる作業効率がいいわけですよね。こう玉散らしに関しては、刈り残しがある場合が非常に多いんですよ。でそれを順番にやることによって刈り残しをなくきれいに仕上げるということでやります。古い葉っぱというのは、まあ、赤茶色になった葉を言うんですけども、でそれを落とすのはなぜかっていうと、太陽の光がですねこう当たりやすく、まあ、風通しもしやすくするために不要な葉っぱを取り除きます。これをすることによって新しい芽の成長を助ける作業に当たります。木の成長に非常に重要ですので、はい、高さが2メートルくらいの茶穂ひばであれば1本1名1万くらいかかります。ただこれは木によって異なりますので、茶穂ひばについてご相談がありましたらお気軽にお声掛けください。中島造園は Facebook やホームページもやっていますので、お気軽にご相談ください。